パーフェクトパズル。ドゥフンドゥフン。What's the next stage? Knockout Fighter! Fight! You win! こんにちは、アソムジャーです。今日はガシャットギアデュアルで遊びます。以前コメントで教えてもらったんですけど、ガシャットギアデュアルベータをマイティブラザーズ WX みたいに半分ずつにする方法です。まずはこのダイヤルですね。ちょっと外しますね。そして、半分します。ちょっと置いて、ベータの方ですね。ちょっとタイヤも取って、半分しますね。おー。そうするとですね、こんな風にガシャットギアデュアルの開きができます。美味しそうですね。そしたらまずパラドックスですけど、パーフェクトパズルが青で、ノックアウトファイターが赤ですよね。なので、このパーフェクトパズルと赤い方ですね。これをくっつけるんですが、ちょっとそのままくっつけてしまうと、これ基板のとこ色が変わってしまうんですね。なので、これを外して、ちゃんと、ノックアウトファイターの方ですね。こうくっつけ直してからですね。ちゃんとつけますね。そしてダイヤルをつければ完成です。ただこの場合ですね、シールがタドルファンタジーになってしまっているんですよね。なので剥がしてこれと付け替えるか、もしもう一個あったらシールですね、もう一個のシールはちょっと貼った方がいいですね。これを貼ってみますね。おお、ちょっと、すいません。なんかちっちゃいと思ったらガシャポンの方でしたね。ちょっと間違えました。よいしょ。これ。これを。よいしょ。完成ですね。そしたらですね、せっかくなので、ベータの方もですね、作りますね。基板と。ダイヤルですね。で、そこで問題なんですけど、普通に考えたらこの赤い方はファンタジーゲーマーみたいな色をしているので、こっちをタドルファンタジーにして、反対側の青をバンバンシミュレーションにした方が良さそうですよね。なのでここにですね、バンバンシミュレーションのラベルを貼ろうとすると、これの左右が逆なのでちょっと貼れないんですよね。なのでこれは色が逆っぽいですけど、まあ、仕方なくタドルファンタジーの方ですね、これを貼るか、さっき作ったパラトの方ですね、こっちの方にタドルファンタジーとバンバンシミュレーションを貼るかってことですよね。この半分ずつのやつを赤青で並べようとすると、もう1セットずつ買わないといけないですね。なかなか難しいですね。ちなみにこれはですね、ガシャポンだとこれもう最初から半分分割できないので、ちょっとできないですね。というかですね、ダイヤルも回りません。というわけで、マイティブラザーズ WX みたいなガシャットギアデュアルを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。